手口地下鉄放火事件は2003年2月18日9時53分頃大韓民国テグ公域市で発生した地下鉄車両に対する放火事件である乗客など192人が死亡し148人が負傷する第3次となったこの事件では火災発生時における運行管理や防災管理乗務員の対応や避難誘導などに大きな不手際があったことから 甚大な人的被害を出すに至った。事件後に消火設備等が追加設置されるきっかけとなった。また、車両の一部に耐熱性ではない素材が使われていたことで火災の炎症を招いたことから既存車両の不燃化対策が施された。この事件は日本の鉄道にも影響を与え、消防法令の改正や鉄道事業者に対して施設や 車両の防火管理が強化された。2003年2月18日午前9時53分頃ろ、ペグ広域市地下鉄、校舎1号線の中央路駅構内地下3階のホームに到着した大1七7 9列車の車内で、自殺志願者の男が飲料用ペットボトルの中からガソリンを振りまいて放火し火災となった。放火された車両は、難燃材を用いて製造されており、 貫通扉も設置されていたが、高熱で誘拐する材質も使われており、特に窓ガラスの指示等に使用されていたゴム材が溶けて、部品が脱落し、火炎が編成全体に行き渡る結果となった。火災発生時、地下鉄の指令センターは状況を正しく把握しておらず、また防災管理能力も欠如しており、さらに事件前に火災警報器の誤作動が頻発していたことから、今回も 誤作動と思い込んだため、すぐには運転中止措置を取らなかった。そのため、火災発生から3分後の9時56分、異常を知らされていなかった、対向列車、第1080列車が中央路駅に入線した。中央路駅は相対式ホームであるため、炎上している編成に隣接して、対向列車が停車する形となってしまった。しかも司令センターは、 状況を把握の間運転抑止を行い、運転士に対して何も指示を出さなかった。その後、ようやく出発指令が出された時には火災によって送電が停止し、避難を提案する1080列車運転士に対しても、指令センターは再出発を指示するのみで避難は指示しなかった。この時すでに駅構内の照明も落ちていたが、この送電以上にも指令センターはすぐに気づかなかった。 事故に気づいていたのは警察と消防署だった。脱出してきた乗客が携帯電話で消防署に通報し、駅近くにあったテグチュブ消防署サイモンロ発出所からも駅から煙が上がっているのが確認され、サイモンロ発出所が指令センターに火災状況について知らせるという事故を想定していないシステムであったことが露呈された。 火災は1080列車に延焼し、指令センターは火災から9分後の10時2分にやむを得ず1080列車運転士に避難指令を出した。運転士は即座にすべてのドアを開けて乗客に避難するよう告げたものの、すでに電気配線が焼けており、全2両のみの扉しか開放できなかったとされる。運転士は車内放送で乗客に避難を指示し、一度ドアを開放したまま、 助けを求める乗客と共に避難したが、もう一度電車を動かせるかどうか試みるため、運転室に戻った。10時10分頃には、ホームは停電しており、電車はかろうじて通電が可能なものの電圧計は、0から 1500V を往復するような動きをしていた、ため、一度すべての電気を遮断し、もう一度通電し発車措置を取ったが電車は動くことはなかった。 運転士は携帯電話で指令センターに人が死んでるのになんで何も対応してくれないと抗議したが、指令センターは運転士に電車を動かすのに必要なマスコンキーを抜いて電気を遮断して避難するように指示を出し、運転士はマスコンキーを抜いて避難。これによって電車のドアが閉まった。対向列車の車両も出荷元の車両と同一構造で、 ドアには非常開放機構もあったが、その使用法が明確に表示されておらず、最終的に運転士が操作した全2両と偶然乗り合わせていた地下鉄職員が手動で開放した4両目のみから脱出が可能で、残りの3両目、5両目、6両目の扉が開くことはなかった。さらに出火元の車両と異なり貫通扉がなかったため延焼しやすかった。 窓からの脱出も不可能であるため閉じ込められた乗客の多くが脱出できないまま消失した。また放火された列車の運転士は駅員とともに救助活動を行ったが火災の事実を22分間にわたって通報せずこれが対向列車を入線させた原因となったとされる死傷者数は出荷元の編成に乗っていた乗客よりも対向列車に乗っていた乗客の方が 圧倒的に多く、対向列車の入線を防ぐことができれば、事故の規模は小さくなっていたとする意見もある。最終的には、死者192名、重軽傷者148名となった。そのうちの142名が、大1 8 0列車で死亡した。なお、火元となった大1 7 9列車では、死者6名、負傷者12名であった。本事件では駅に、 通風口が一箇所しかないという肺炎の悪さや、非常口の分かりづらさ、誘導員の不在などが影響し、列車から脱出しても、駅出口までにたどり着けずに一酸化炭素中毒死する犠牲者が少なくなかった。放火の実行犯である男は放火した後怖くなって、その場から逃亡したが、事件直後に逮捕された。裁判で検察側は犯人に対して、死刑を求刑したが、判決では、 心身交弱が認められて、無期懲役に減刑され、刑が確定した。犯人は収監され服役していたが、2004年8月30日に、持病だった脳卒中の後遺症で死亡したことが明らかにされた。手具広域七下鉄校舎は、事件の翌日に安全対策はほとんど何も行わない状態のまま一部区間で運行を再開させ、 安全に対する意識が低すぎると非難を浴びた。さらには放火された列車と対抗列車の運転士や駅員、司令員は上層部の指示で口裏を合わせるなど組織ぐるみでの隠蔽を行った。しかも上層部はすべてが明るみに出ると今度は2名の運転士と司令員にすべての罪を被せようとした。こういった校舎の無責任体質が事故を招いたと批判された。 実行犯以外にも、運転士2名と中央路駅駅2名、指令センター職員3名、安全担当者1名の、計8名が事故時の対応が不適切であったとして、業務上重過失致死傷容疑で、地下鉄、役員3名が、無線の更新記録を改ざんした、証拠隠滅の罪で逮捕、起訴された。以後、韓国の列車の内装材は順次不燃材への入れ替えが行われた。 また、列車のドアコックの使い方が乗客に知られておらず、ほとんど使用されていなかった経緯から、その使用方法等について車内に明確に表示するようになり、また列車内や駅構内の液晶ディスプレイ等においても、その使い方を説明した映像等を非常時の行動要領と共に放映するようになった。被災した線形118編成、130編成は、 廃車となったが、うち3両はテグ市内に所在するテグ市民安全テーマパークに保存されている。なお、廃車による代替新造は行われていない。韓国政府は韓国鉄道庁やソウル特別市、地下鉄公社をはじめとした都市鉄道の各事業者へ2006年までに全在籍車両の座席の内装材の交換を命令。これに伴い各社では、 車内から可燃性の内装材を撤去し、難燃素材や不燃素材などに交換している。特に可燃性の布や綿を多く使用していた通勤用車両の座席は、ソウルメトロやソウル特別首都市鉄道公社の車両では、不燃性のステンレス鋼座席、韓国鉄道庁の車両では、難燃性のモケット素材に交換され、事件後に申請された車両では、当初より不燃化対策が取られている。 また車両内への消火器の追加設置、非常用ドアコックの表示の厳格化、地下鉄全域への防護服や酸素ボンベなどの入った救援物資保管庫の設置なども実施された。この事件は日本でも現場からテレビによる生中継がなされるなど、マスメディアにより大きく報道され、社会の強い関心を集めた。日本国内の地下鉄では防災管理の見直しと避難訓練が行われた。 これを受け、その後も小規模ながら、同種の地下鉄火災事故が発生していた、韓国においては、事故後に、日本では各種の対策を行っているのになぜ当事国の韓国はしないのか、などと、朝鮮日報などのマスメディアが地下鉄、管理組合などを非難したことがあった。日本国内における鉄道の火災対策基準は、過去に発生した火災事故を踏まえた防火基準が定められていたが、 あくまで床下機器からの発火、マッチやライターによる放火を想定したものであり、ガソリンなどを使用した耐火減火災は想定していなかった。このため、国土交通省は、事件後に鉄道に関する、技術上の基準を定める省令の解釈基準を変更し、地下鉄と旅客車を含む日本の鉄道車両の耐火性については、一定程度以上を有すると考えられるものの、 さらなる耐火減火災に対応させることとして、以下の措置を追加するよう指示した。これらの基準改正により、事件以降に製造、更新された車両では、室内蛍光灯のプラスチック製カバーが省略、もしくはガラス繊維など不燃性のものを使用する、車両貫通路への貫通路扉の設置など、設計変更が行われている。また、一部の駅においては、停車時に、 列車同士が隣り合う相対式ホームの線路間に壁やガラス製の間仕切りを設置するなど炎症対策が強化された。さらに東京消防庁は火災予防条例を改正し消防用設備及び防火管理体制の規定を強化した。また事件などを機にして特別消火中隊が作られた。中国の地下鉄でも火災対策が行われ、 北京地下鉄の SFM04 型電車、DKZ16 型電車、DKZ13 型電車、DKZ6 型電車、天津地下鉄の DKZ9 型電車、甲州地下鉄の04型電車なども不燃性のものを採用した。ありがとうございます。